日南警察署は高齢者クラブを嘘電話詐欺の被害防止に積極的に取り組むモデルクラブに指定しました。キークラブは令和2年度嘘電話詐欺被害防止モデルクラブに指定します。日南警察署で行われた交付式では、とのところ高齢者クラブと大道津上高齢者クラブの代表者に向井署長から指定書が手渡されました。騙す際に電話等を使って、被害者とは顔を合わせずお金を騙し取る、これが手順です。宮崎県内で初めて指定を受けた2つのクラブでは、無償で半年間固定電話に自動通話録音機を設置して嘘電話詐欺の被害を未然防止に努めます。いろんなこの特殊詐欺による被害者はほとんどが高齢者だというふうに考えております。こういったの特殊詐欺からですね、被害に遭わないように皆さんで一緒に気をつけましょうと、頑張りましょうということでございます。交付式が終わった後、早速希望する会員の個人宅に自動通話録音機を設置しました。自動通話録音機、通称振込詐欺見張り隊。この電話は振込詐欺などの犯罪被害防止のため、会話内容が自動録音されます。相手が電話をかけると警告のアナウンスが流れます。まあ、かけた人には迷惑かもしれませんけど、まあ、詐欺のあれが流行っている時にこういうものをつけてもらって、もうありがたいことでした。今回指定書を交付してから一番最初に、つけてもらったんですけども、今後は、警察としては 市その関係機関、市民と協力してから嘘電話詐欺被害防止に、努めていきたいと思っています。日南警察署によりますと、宮崎県内では2020年1月から8月までの間に嘘電話詐欺の被害が7件発生しています。